死んどる。わ、死んどる。死んでる。嘘だ。これは早い。これは悪い。これは悪い。俺、ウェポン行って、そのまま仕事して、まあ、これぐらいやったら大丈夫やろうと思って、ご機嫌で歌を歌いながらボタンを押して死んでました。あ、赤の、なんか、最後に、なんか、赤見たよっていう人がいたら、誰か通ったと思うよ。見てないなぁ。エレクトリカルではないことは。ウェポンしかない。行ってないです。アドミンではない。あのね、これだけは言えるのが、うん、ちょっと秒数どれぐらい前だったかっていうのは定かじゃないんだけど、ね、ウェポンに確か1羽いた。はい、僕です。が覚えてる。それが多分トータスさんであるのは事実なんだけど、はい、ただ例えば、カフェテリアで合流したとこ切るでボタンとかだったらわからんから、それだけで白正面にはならんとは思うぐらい。スポレージの扉が、リポートがなる5秒か10秒前ぐらいに閉まっていて、まつりちゃんが、はい、アドミン側の扉の前で止まっていたのを確認していて、他にスポレージいた人っている最終位置、はい、最終位置ではない。いないです。最終地ではない、うん、いないのか。祭り魚さんと一緒にストレージになってアドミンの扉が開いた瞬間にアドミンに行ったらアドミンから出てくるピカクロスさんとすれ違ってます。なるほど、うん、でアドミンの中にいたのが黒川クロメピカクロスで、うん、で確かね閉まったタイミングで見てるような気がするからそのタイミング確かにシールドに映ってたと思うんだよね。祭りさんがずっと私の後ついてきてくれてたのを覚えてて閉まった瞬間祭りさんが取り残されてるの分かったから、うん、シールドのあのストレージ何人いるのかなと思って見たら2だったってのは覚えてる、うん、あじゃあ私と魚さんですね多分時って停電の後ですか。ストレージあストレージに2人いたのは俺と祭りちゃん、うん、それは多分本当にそうです。前さ、停電の後、ストレージ方面に向かったよね。私？うん。うん、多分ね、私がストレージな気がするけど、なんか、とりあえずエレクトリカルに行って停電直してくれたのが鳥ちゃんっていうのは、うん、それでストレージのね、手前の扉で閉められちゃったから、多分ストレージされないんだと思う。あ、なるほどね。前々多分いたと思う、ストレージ。三上見たね、確かに。三上も。そうそうそう、それ違って、私はリアクター側に行って、前々がストレージ側に行ったって感じ。そうだね、うん、ってどこにいたんですか、うん、ん誰ゲンさんってどこにいたんですか。ゲンメドベイマイ通路です。でドア閉まったところで終わってます。ほー、わからない。アッカさんの最新の攻撃とか。それではトータスさんってすれ違ってないの。いや僕ウェポンなんでメドベイマイはすれ違ってないです。アッカどこにいるんだ。はい。はい。はい。まあ、まだこれ詰める価値があるかも決めかねるので、一応しておきます。じゃあ、鳥ちゃんの最終位置聞いてないから、鳥ちゃんに聞くか。鳥エレクトリカルです。あ、そうです。前さんが見てます。はい。とりあえずで一瞬。あ、じゃあ、時系列的には、前とミカミンがストレージの前の扉で阻まれて、で、ミカミンがリアクターの方に行ったっていうので合ってる。阻まれたのは私知らなくて、停電を直しに行ったタイミングで、マイマインが、一緒に行って、で、直った後に、リアクター側とストレージ側に分離したっていう感じです。で、私はリアクター側に行ったので、扉が閉められてたことは気づかずって感じ。エレクトリカルの扉が出て、はい、左と右に分かれたってことね。そうですそうです。あ、なるほど。と、ちなみにあのアッカさんの最終目撃は誰も見てないっていう認識？これね、ね、もしかしたらナビゲーションにさ最初行った人っています？行ってない。行ってないです。あ、これアッカだな多分。これ停電中に、ね、誰かとすれ違った記憶あるんですけど、アッカっぽいなそれ。待って、じゃあ浮いてるな。ってなると右の位置ってことですか？はい。ペッポンいたの誰でしたっけ？ウェポントータスです。もうすっきりしたければ釣ってください。僕じゃないけど。ですよね。ナビゲーションで殺してウェポンに移動して。いや、トータスさんはナビゲーションに行ってない絶対。トータスさんは最初初手は行ってない。ウェポンで一緒にやってるタスクを。
なるほど。その後は分からないってこと、ね、その後は分かんないけど、多分カフェの、うん、あどうだろう、全然いけるか、ナビゲーション戻ってもう一回カフェを押した。全然いけるんじゃん。弁当でもいけると思う。でも初手は行ったんですか。でもピカさんのが、うん、なんかさっきアドミン見てた風の口調だったじゃないですか。弁当移動とかなかったですか、うんうん、それはなかったと思う。うん、まあ、あったら言うか。うん、あったら言うとか、そんな長く見てないんですよ。ちょっと、本当に、3、4秒見て、その後か、カードのタスク、あとね、もう、アドミンの中のタスクやりに行っちゃったんで。アドミンに行く前、どこにいたんですか？アドミンに行く前、アドミンに行く前は、ストレージあたりにいたよ。それは、まつりさんがぐるぐる一緒についてきてくれてるから、その通り、覚えてると思うんだけど。そう、はぐれる前ってことですよね、うん、まあ、確かにあの辺にいたってことですよね、ずっと。じゃあ、うん、クロムさんは白いと思ってます。なんだ、黒いのに、リアクトにいたのに、リアクトにいたのに殺されなかったんで、ね、ああ、一緒に二人きりだったんですけど。死んでる。今クロムさんが私一人でリアクターで仕事してるのを見た直後に、私が停電になってエレクトリカル向かおうとしたところ、マイマイがリアクターに向かっていくところを見て、うん、でエレクトリカル、まあ直したいけど、まあ誰か直してくれるかと思ってリアクターに戻ったら死体だったので、うん、マイマイ、あ、私エレクトリカルで停電直してて、その時に、到達さんとかもいて、その後上の方にタスクやった時にまつりちゃんもいて、そこからリアクターに向かっている最中もまつりちゃんがいて、うん、その辺が白いと思ってるから、ミカミンも疑ってないし、ミカミンが主張してたクロムさんが実際殺されてるから、うん、ウキイチとしてはなんか話聞きたいなと思ってるのが、やっぱ到達さんとかピカクロスになってる今のところ。はい、到達さん、三上さんに見てもらってます、多分十字路でセキュリティに入るのを、停電直前に。はい、見てました。はい、私最終位置がアッパーエンジンで、多分到達さんが目撃してくれてるんちゃうかなと思うんですけど。いや、ギリ見えてないな、ごめん。あ、ほんまですか。私は十字路で、あの下から来てる到達さん見てるんですよ。あ、マジか、うん、よかったよかった。機体がリアクターにあったってこと、三上。リアクター、はい、まあ、リアクターにいたよね、最後。あ、ね、そう、上のタスクやってた。だから ね、私目線はね、リアクターに死体があるって聞くと、到達さんがやったんちゃうかなって思っちゃうんだよね。私直前で、その、アッパーエンジンから十字路できてるところ、到達さんを目撃してるから。はい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 。じゃあ、ま、クロムさんがいて、ま、生きてる間に、マイマイが上の、リアクターの中の上の方まで行って、でマイマイがやってる間に、真ん中の入り口のところにいるクロムさんを誰かがやって、っていうこと、マイマイ的には。そうなるね。そしたら私体見てないから、でも三上の主張は正しい。私やってたから、タスク。まつりちゃんってどうしてたの？この時。はい、とロアエンジンの下で一回出会って、多分ロアエンジンのタスクマイマイがやって、ね、終わったぐらいに私が同じ場所のタスクやって。あ、そうだよね。だからね、私はね、ロアエンジンから上がる廊下ぐらいにいた時になったかな。私ね、アドミン情報結構見てたんだけど、確かにロアエンジンに2いたの見て覚えてるわ。その2が多分その2人なんだと思うわ。現です、三上さんにお伝えしときたいんですけど、私右に抜けたのを見られてましたよね。あれ多分
アッパーエンジン、あ、アッパーエンジンの時です。アッパーエンジンの時です。絶対誰かいる。はいはい、見てます、見てます。はい、リアクターから遠い位置にいたのは、最初いきますね。はい。はい、でも誰かは絶対いるもん、今の中に。で直してきました、うん、ありがとうございます。ピカクロスが検査直してるとこ見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。そのミカミンが見た犯行がもうちょっと詰めれる気がする、うん、インポスター確実にいると思って押しました。絶対そのなんか容疑者の中にいそう、誰かは。そうで、そこもちょっと絞りたいんですけど、リアクターで、一応ベントもあるのかな、リアクター。マクリさんの位置だったら可能だとは思います。ロアとおっしゃってましたね。多分ね、どこで具体的にリアクターのどのあたりかって聞いてもいいですか。それの場所によってはいける。死体ですか。うん、そう、リアクターの真ん中のタスクのところです。だとしたらベント、一応上下両方ともいけなくはないけどぐらいかな、その直前で起きてたかわかんないんですけど、その最終位置洗ってもいいですか、みんな。停電ぐらいの時なんか鳴る前、私が、リアクターに入った時に確実に報告ボタンが光らなかったってことは、結構私目線では直前の犯行だと思ってて、最終位置を洗いたいって感じです。ロアエンジン。でも私はカフェ前です。三上が入ってきた時って前どこにいたの。上にいたんだよね。だとしたらベン、いや私前見てなくて、あ、見てないっていうか、タスクをやってる前は見てないけど、私がリアクターから一回離れた時に前がリアクターに向かうのを見てて、その後にリアクターに戻ったらクロムさんの死体があったっていう感じだから、あ、見てないってこと。リアクターで、うん、前がベン、前が上にいるのは見てない。ちょうど停電もあったから視界的にも見えなかった。あ、入ったのだけ見たってこと。そうそうそう。しかも多分マイマイが上で、あれタスクやってたんだったら、弁当、上の弁当使ってたら多分マイマイの方をキルするんじゃないかなって思うから。ああ。弁当使ってるんだったら。違う。聞いてもいい。ごめん。私ではないけど、うん。あ、ね。うん。松井さんとの時系列が合ってるかも確認したかったし。あ、私ね、マイマイのこと人間だと思ってんだよね。結構二人きりになってて全然殺されなかったから。マイマイ釣り、マイマイミカミどっちも人間だと思ってるよ。トータスさん、トータスさんとかの方があると思ってる。カメラ見た人います。カメラ見てないです。セキュリティ入ったけどタスクしてました。トータス最後見てもらってます。私がアドミンから出る時のタイミングでカメラがトノジのところで光ってるのを確認してるんだけど、そのカメラは今生存してる方は誰も見ていない。見てない、はい、見てないです。となってくると多分見てたのが黒川クロムさんってことか。参ったな。それが一応私の、まあ、白照明になるんだけど、こうで、トノジ、私そのアドミンのトノジ出た後にそのまま上回りで、メッドベイの廊下を通ってたんだけど、メッドベイの廊下のタイミングでは消えてたんだよね。で、それぐらいのタイミングで停電になってって感じだったはずなんだけど、そっからどうしたんですか。そのままアッパーエンジン側の方のタスクやったりとかしてたって感じだね。私結構、そっか、それを見てる人っています。いないいないいない。だからそのカメラの照明がないと私は白照明できないなと思ったぐらい。鳥ちゃんってどこにいたんだっけ。鳥はもうずっと右側です。ウェポン行ってナビゲーション行ってシールド行ってです。だから一切関わってない。あトータスさんはどうされてました？はい、先ほども申し上げたんですが、エレクトリカルで皆さんが集まって停電直したの僕です。ゲンさんが、それ見てました。はい。はい、
で、その後、エレクトリカルのタスクやった後、ロワーからセキュリティです。セキュリティに入るタイミングで、停電が始まって、その、まあ、直前ぐらいに、三上さんがリアクターの前で、なんか、うねうねしてるのを見ました。うん、で、そのまま、セキュリティから出ようとしたら、報告がなったんで、まあ、三上さんぐらいしか証明することはできないんですけども、うん、三上さんも怪しいとは思ってます。はい。あと、まあ、まあ、そうですね。個人的には停電、ピカクロスさん。はい。です。個人的には、停電中の死体発見でしたよね。確か。はい、停電中です。なので、死体位置が結構明確に分かってるのは不思議だなとちょっと思っています。はい。なるほど。ですか。純粋にリアクターに、左方向に進むとリアクターに入るじゃないですか。そうですね。入ってすぐに報告ボタンが出たので、で、真ん中だどっかなと思ったんですけど。でも結構範囲広いですからね、あれ。じゃあ、お肉を見たわけではない。お肉を見たわけではないってことですか。はい、見てないです。あ、なるほど。人間っぽいけどな、それ。ゲンさんの最中位置ってどこですか。ゲンはカフェ前です。で、それは多分三上さんが証明してくれます。ホッパーエンジンで。あと、ね、私、そうなんです。リアクターでクロムさんが真ん中のタスクをやってるのを、生きてるのを見てたので、そこで死んだのかなっていう予想がしてた、してたって感じ。逆に魚さんキルは割と浮いてた鳥さんと、あ、ごめんなさい。ガクロスだと思うけど。まあ、私全然キルできない。あ、わかる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 。エレクトリカルの入り口ですね。トータスさんです。これやっぱり私マイマイ祭りだと思うんですけど、ね、ダメですかね。これね絶対ダメだわ。二人いるんじゃない。うん。私ゲストトータスクロスだと思う。違ってる。私ピカクロスさん。私マイマイが、うん、マイマイあんまり白いっていうのがわからないから、祭りちゃんのマイマイカバン。はい。はい、ミカミンかな。誰が私のこと、祭りさんとマイマイさんが疑ってんの、私のこと。私ピカクロスさん疑ってます。うん、だから私も祭りさんとマイマイさんかなと思って、私の位置をちゃんと聞かずに、だ、そうだと思う、そうだと思うっていうのは私が浮いてるだけの話で、そもそもリアクターで下位置が発見してるのか、クロムさんが発見されてるのかかわらず、私のルートの位置をちゃんと説明して、はい、なんなら私トータスさんに、ちゃんとトータスさんの最終位置をちゃんと明確に言った上でアッパーエンジンから降りてるって言ってるのに、リアクターに到達してないのにそれを言われるっていうのはおかしいと思ってるから、塗られてると思ってるのよ。私がマイマイのことをなぜ人間かと思うかっていうと、そもそもリアクターに着くまでストレージから行ってロアエンジンっていう道で結構2人で一緒になることが多かったのに殺されなかったことが一つと、私がマイマイの通った道を通ってるからマイマイの通った道は分かるんですよ。それね、クロスさんは先にはぐれたよね、リアクター。ミカミンが人間だと思うから、うん、ミカミンの票が欲しくて、うん、やばい、めっちゃどうしよう、マイマイ超ね、私結構マイマイ祭りだと思っちゃうんだよ、はい、ミカミンが、最初の位置を明確に言って私を黒塗りした要素もリアクターで、確かに殺害した後で私がリアクターに立って黒塗りする要素もないと思っていて、かつ、うん、実際クロムさんを白置きしたタイミングが最初にあったじゃない。で、私の位置で疑い位置を上げたことが正しく人間として推理したように見える、うん、ゲンです、まず、はい、エレクトリカルの停電私直しに行きました。誰でも直されなかったので、はい、私も一回ローニア抜けたんですけどもね、はい、で戻っただけに死体発見です。でこういう動きを少なくともインポスターは取らないと皆さん思いませんか。だってあと1キルしたら、もし今2ロー残ってるんだったらあと1キルで終わっちゃうんですよ。どう、わざわざゲームを止めるメリットがないと思います。この時間をまず作っているのがインポスターありがないというと、私主張させてください。そうで、あと、はい、ミカミンとマイマ、まつりさんとマイマイさん、お互いにしろしろって言ってるだけで、それ以外の人に共有できてないっていうところは怪しいと思うし、あとセットでいたからしろってのもおかしいです。一個だけ言っていいですか。アッカが殺された時、エレクトリカルにいたマイマイをミカミは見てて、私ストレージで魚さんと2人だったんだよ。誰がアッカ殺してんの。私とマイマイはアッカ殺せないよ。じゃあマイマイに入れます。私はマイマイに入れる。ピカクロスに入れるね、はい、マイマイに入れる。ミカミン、ミカミさんに任せる。あとはアッカを誰が殺したのか考えたら分かると思う。マイマイ絶対人間やん、これ。あ、負けた、ごめん。多分これミカミンがインポスターだったら終わるんだけど、終わるね。人間だと思ってるんだ。ピカクロス大丈夫です。
うわほらナイスゲームナイスゲームちなみにあの申し訳ないんですけど私あの今回ゲンさんしかキルがほぼしてないです私やだ本当キルやってないんですよ鳥も殺したじゃないですか。あ、そう、鳥さんは殺さないといけないから殺したけど、それ以外は全部ゲンさんだから、ゲンさんがすごいこれは。すごい。さっきのゲンさん。あれです。そうだった今回は。あの開始早々にメッドベイで首ひねられました。はい。いやー、メッドベイだったんだ。そう、メッドベイだった。エレクトリカル直しに行った時に電源全部オフになってる段階でゲンさんやんと思ってしまった消されてるわちゃんと遅延を測りますやーだー部屋立て直しますねはい、いやすごいすごいゲンさんがすごいこれは強かったマジでゲンさんすごかったすいません私キルしなくてごめんなさいと思ったぐらいだったんでいやいやなんかピカさんなんか冤罪で結構疑われちゃってすみませんなんかピカさんの位置がたまたま近くてそう、うん、魚さんキルとか見た瞬間に魚さん確認しに来た人コーロソって思って待ってたけど全然誰も来なくてびっくりしたえどれうわこれはインポさん冤罪起きがち悔しい実際殺す手はないのか停電多分もうちょっと直したら変わったかもしれないですねあの視界が悪くて私は結構視認できてないシーンが皆さん多かった気がしますなんなら、うん、あのトータスさん最後あの走ってる時多分ゲンさん並走してましたよマジで？うん、停電で多分見えてなかったなと思うけど。クロムさん殺した後も私普通に外に出て三上さんとクロスしてるんですけど、三上さん多分死人できてないかな。多分停電中だったからか。うん。だから中にいたマイマイさんを最初に疑ってしまったっていう多分順番です、ね。あ、そうですね。うん、あ、見てなかった。うわ。停電直さないと。停電は危ないですね。本当に。キルが。停電は直そう。